さて、ということで、これで、今年のジャンボリー の、 メインのセッションは、全て終わった感じなんですけど、最後に、ちょっとでもないんですけれど、私にプレゼンテーションをさせてください。このプレゼンテーションは録画します。アスペシャルトークっていうふうにアジェンダの方に振ってあります。もう録画が始まってます。この中で12月18日が何の日だか知ってる人手を挙げてください。あれあれあれ加藤さんあれおかしいな。思い出しましたって感じ。思い出した突っ込むよ。実はですね、2002年の12月の18日、ソニーとパナソニックが、デジタル家電向けの Linux を共同開発しますという、そういうプレスアナウンスをした日です。で、2002年12月18日、今日はちょっとノスタルジックになってるんですけれど、ちょうど間もなく10年になります。10年前のことを思い出してみると、もう私なども言われました。お前本気で Linux なんて家電で使えるのってありえねえよって、やめた方がいいよそのプロジェクトなんて言われたら言われなかったかって話は置いといて、でも、それから10年の年月が経ちました。まあ、ちょっと私の音で恐縮なんですけれど、私自身は実は工学部の出身です。で、ソニーという会社はその立て付けた技術力を評価すること一度もなく、でワークステーションであるとかそういうところの商品企画であるとかマーケティングの畑をずっと歩いてきました。で、2003年ですね、実は僕はこの2002年のプレスリリースの時は、ああこんなプレスリリースやってんだふんぐらいに思ってなかったんですけれど、2003年の初頭にとんでもない話が起こってきました、ね。忘れもしない2003年1月21日昼間に元の上司から突然電話かかってきたんです。上田お前暇って。で、暇ですけどって言ったんです。わあお前今夜来いって話じゃなくて移動して来いって話なんだけど、って話です。大体ソニーの場合、ビデオ録画してんだよな。いや、大体ソニーの場合は4月1日の移動なんてろくなことなくて、こういう1月21日とかいう話は面白い話であること多いんですけど、松下と共同で家電向けの OS 共同開発をやることになったんだけどやってくれる、って話ですよね。で、うまくいったらもっと広げようと思ってんだと、オープンソースだったらうまくいく可能性あるだろうって来たんですよ。っていうことは、やっぱりプレスアナウンスメント本当なんですね、 Linux なんですねって話で、実はこれで私 の、 会社の中 の、 進路っていう、キャリアっていうか、それがガラッと変わっちゃいました。それまではさっきもちょっと言ってましたけど、インディーズフィルムメーカーなんかを追っかけて、別のコミュニティを追っかけてました。で、それからさらに、2003年の6月の23日、この日に皆さん集まっていただいて C-Linux フォーラムっていうのができました。これということは来年10周年を迎えます。もちろん今 C-Linux フォーラムという形ではなくて Linux ファンデーションの中の C ワークグループっていう形で活動を続けてますけれど、いずれにせよこういう活動はずっと続いているっていうのは皆さんのおかげだと思います。で、今日はこんな日でもありますんで、ちょっと昔ちょっと戻ってみようかなと思ってます。そんなプレゼンテーションです。で、シミラスフォーラムっていうのができたのは6月の23日、2003年、大阪で、開催、産湯をっていうか産声を上げました。で、実はですね、それから1年間はあくまで1年間、最悪の1年間。なんで最悪かって言ったら、いや、何やればいいかはっきり分かんなかった。コミュニティなんてさっぱりよく分かんなかったし、大体 Linux のコミュニティに我々が受け入れてもらえるのかどうかのさっぱり分かんなかった。とにかく自分でやんなくちゃダメだよなっていう結構悲壮感みたいなものがあった。それで1年目で、ちょうど1年丸1年かけて、組み込み Linux 仕様書っていうのを書いたんです。ソフトウェアのプロジェクトをやるときに仕様書っていうのを書くの当たり前じゃないですか。その当たり前のことをやったんですね。残骸も晒したままにしてあります。こちらにあるんですけれど、でもこれを出した瞬間に、コミュニティからボコボコにされました。こんな仕様書書けば誰かがタダでロハで実装してくれるとでも思ってんの、そんなのとんでもない間違いだよ。こんなもん書いてんだったらもう何かコード書いてんだろ、それ持ってくるの最初にやるべきことだよ、こんな仕様書なんか捨ててしまえって本当に言われたんです。で、それはちゃんとこのウィッキにまだ残骸晒してあります。
もちろん悪いことばっかりではなくて、うちらは Linux 本当にどうなってほしいなっていう話を、これでみんなのコンセンサスを得ることができた。我々のためにはとってもいい意味があったんだけど、コミュニティから見たらとんでもないやつだって言われたんです。実際にメールも残ってます。これです。 If you want my two cents なんて感じで始まる。これもちゃんと残ってるんですけど、まあ、ちょっと訳してみるとこんな感じですかね。あんたがね、もし俺のビタ一文でも欲しいんだったらさ、役に立たないそんな資料書なんて捨ててしまえ。その代わりパッチキットを出すんだよ。まずはコミュニティにパッチを作る、挑戦する。そして実感して、あんたがフィーチャーなんて言ってることは全く望みがないっていうことを。それから何かはちょっと OK だよ、望みがあるよ。で、別のやり方でもう解決してるものなんかもあるんだよ。それは分かるんだから、まずパッチを持ってこいや、コードを持ってこいや、こういうこと言われたんです。だから普段会社の中で皆さん新人であるとかそういうのに教育するときに、まず仕様書を書きなさいって言ってるのは当たり前だと思うんですけど、まず仕様書を書いたらボコボコにされたんですね。この Linux ってそういう世界です。とはいえ、これ国際的なコミュニティの場で発言しないと何も始まらない。特に、踏み込み系の Linux、 こういうふうにやってほしい、こういうふうになってほしい、今もそうだと思いますけど、日本であるとか、実際にこういう機器を開発しているところでは、いろいろなアイデアであるとか、希望であるとか期待であるとか持ってます。それを国際コミュニティに持っていかなければ話にならない。だったら日本の技術者が地球規模のコミュニティに対してきちんと発言しなければ始まらないってことなんだけど、それ本当にできるだろうかって話がすごく大きな心配だったんです。で、それからあと始まったのはサウンドオブサイレンスの戦い。これはですね、サイモンとガーファンク、僕の世代だったら結構懐かしく思ってくれると思うんですけど、大丈夫かな。この中で言ってるんですよ。歌詞の中にある Who said I you do not know? Silence like a cancer grows。 つまり黙ってること、静かであること、山のことじゃなくて静かであるということは、これはがんがどん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 進行していくようなもんだよ、怖いもんなんだよ、そういうような話。それとの本当に戦いだったと思います。黙ってては何も始まらないという世界でも、質疑応答のないカンファレンスなんて平気であるわけですね。今もあるじゃないですか。でもジャボリー違いますよ。で、Linux のコミュニティの重鎮からインターナショナルテクニカルカンファレンス、これ、この使用書を出した前のタイミングだろうな、シリコンバレーで開いたと。アンドリュー・モートンさんにこう言われました。とにかく今のフォーラム全然ダメだよ。まず何を置いてもパッチをどんどんメインラインコミュニティに送り込む雰囲気作りが大切。私たちみんな歓迎するから。もう最後の一言に結構ジンときましたね。へこんだんですけど嬉しかったです。で、それに引き続いてインターナショナルテクニカルカンファレンスなんていうのを寄せたやりそばにというか日本で開催したんです。横浜、パシフィコ横浜でやりました。で、国際カンファレンスだから、英語だよっていう話でやったんですけれど、ただでさえ日本語でも Q&A なんて言ったって全然手を挙げない日本のエンジニアが英語と言った瞬間に全員会になる。で、全員黙る。質疑応答、手を挙げる。またアメリカから来たあいつだよって、例えばティム・バードなんていうのは手を挙げるんですけれど、もうこの段階で私本気でやっぱりダメだ、やめた、もうダメだっていうふうに思ったんです。この瞬間もうやめにしようと思いました。大体この空席を見てくださいよ。これはもうイベントとしては最悪ですよね。でもね、それパナソニックモバイルさんが一生懸命プレゼンテーションしてくれたんです。2005年、今から7年前です。まだ Linux が携帯電話に入るなんていうのは、いや入れられるわけないじゃないかなんて言ってた人もゴロゴロいた時代。まあAndroid なんていうのも地球のあるところで小さな芽は出ていた時代だと思いますけれど、パナソニックモバイルが携帯電話に Linux を搭載する経験というのを全部発表しちゃったんです。これも、ウィキに残ってます。で、これこのままじゃもったいないじゃないですか。でもこれへこんでる場合じゃない。英語がダメだったら日本語でいいって話にしようっていうことで、1回2回すでに開催してたんです。日本テクニカルジャンボリー開催してたんですけど、2回目がまたみんな質疑応答も何もないシーンとしたイベントになってしまったんで、もうやめたって僕は思ってたんですけど、いや、やめたなんて言っちゃダメだった、もう一度やるんだって始めて、3回目のジャンボリーが2005年の7月にありました。パナソニックモバイル、そこまで言う、これオープンソースなんだね、人の街じゃんかっていう感じで、サウンドオブサイレンスっていうものがだん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 消えてきたのがこのタイミングです。だけど未だにやはり、国際コンファレンスで日本人が発言するってなかなかないと思いますけど、それでも随分良くなったと思います。で、今回で43回目です。ずっと書いてみました。
東京簡易保険会館、Uポートなんていうところで、簡易保険会館ですね、五反田のUポートで第1回目やりました。2回目は厚生年金会館、もうすでに今はないです。それから3回目、中野サンプラザ。ずいぶん中野サンプラザさんにはお世話になってます。中野サンプラザ、一番初めはネットワークなかったんです、インターネット。で、会場 の係の方に、いや、これからのカンファレンスはインターネット当たり前ですよ。インターネットないとなかなか使いにくくてね、とか、なんだかんだ、ブツ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 言ってたら、そうしたら突然、中野サンプラザから電話がかかってきて、あ、上田さん、次回からインターネット使えます。ありがとうございます。もう本当に中野サンプラザさんには、いろいろこう、お世話になりました。で、ジャンボリー43回の中で1回だけ、キャンセルしました。これは、2011年の3月18日、大震災の直後、もしかしたら停電しちゃうかもしれない、もしかしたら何が起こるかわからないということで1回、キャンセルしています。というわけで実際にやったのは43回ですではなくて42回なんですけど、今日43回目ということです。で、実際ジャンボリーというのは冒頭言いましたように名前までこだわりました。テクニカルカンファレンスじゃないですよ、ジャンボリーですよ。で、キャンプファイヤーここで炊いてるんですなんで、こんなところで炊いたら消防法で訴えられますけど、やりませんけれど、で、隣の小学生同士がいろんな話をしている、学校なんかのそういう仕組みなんか全くないというような世界を作りましょうよということで皆さんに、乗っていただきました。で、3つの脳なんて話で最初に、マイクを回すなんていうこともやらせていただいてます。未だにやっています。で、最近あまりこのスライド使ってないんですけれど、久しぶりに誇りを払って持ってきました。ジャンボリーであるとここら辺のイベントをやるときに導入のために作ったスライドなんです。もう10年近く使い続けてる。まだたまにこうやって使ってるんですけど、オープンソースって何っていうふうに言われたときに、私こういう絵を描いたんです。これ一番初めは手書きで描きました。こうじゃない、あ、そうだね、そんな感じで説明するといいかもしれない。ちょうど今の季節ですよ、鮭遡上してきますよね。それを卵を取って採卵して孵化させて、そういうようなイメージですね。で、これはまさにエコシステム、生態系ですよ。こんな小さなアイデアはどうだろう、ちょっと小さなアイデアであるんだけど、コードもちょろっと書いてみたんだけど、みんなどう思うって言って、ちょうど鮭の稚魚を川の上流から流すようにリリースするんです。そうするとね、中にはあなたのアイデア一緒になって考えてくれるパートナーがいるかもしれない、きっといるんです。それであるとか、考えもしなかったパターンで検証してくれる人であるとか、アーカイブなんかやってくれる人もいるかもしれない。場合によってはもっともっとでっかい魚に食われちゃって、その魚の血となり肉となりって話になっちゃうのかもしれない。そうやって大きなコミュニティの海に、あなたのアイデアを流してみましょうよ。で、その結果、そうやって集まったソリューションをどんどん使ってみる、使ってみるとバグが出る、さらに新しいアイデアが浮かんでくる、それをまた、コミュニティに向けて放流してください。これぐる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 やるんです。エコシステム、生態系、エネルギーの源があるはずです。それは何かって言ったら、オープンソースって素晴らしいもんだってみんなの燃える心、ここら辺言ってるとなんとなく背中がゾクゾクってくるんですけれど、何か青臭いこと言ってるなって。でも、こういうオープンソースのコミュニティでみんなでこうやって協調してやっていくのがとってもいいことなんだ、で、楽しいことなんだ、未来を開いてるんだっていうような、そういうような気持ちっていうのがやはりこのコミュニティを回してるんじゃないかなと僕は思ってます。ただね、何をしないでただじっと誰がやってくれるだろうと思って、待ってる、釣り糸垂らしてるだけとかね。せっかくいいものがあっても、あ、ちょっと今忙しくて、あ、忙しいのしょうがないです、みんな忙しいんだ、でも本当に忙しくて、まあ、ありとか言いながら逃げちゃって、で、それでコミュニティには放流しない、または、コミュニティに対してマネージメントが、マネージャーがあんなところにうちのやつに乗ってたらどんなことになるか分かったもんじゃないって言って壁を作って、それで、誰も行かせないようにしてなんていう話になると、ちょっと手が込んでるんですけど、だん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 背景が嫌な感じになってきました。そうすると後ろで茂木健一郎が出てきて、どこのかあったか行ってみましょうなんて話になって、あはーなんて言ったりするんですけど、余計なこと言ってます。で、こういうことをやると川は枯れ、大地は砂漠となり、コミュニティの向上の海も死の海に変わり果てます。こうならないようにみんなでやりましょうよというふうにやったのが、おそらくシリナツソーランなんていうのが始まった頃の話です。これはずっと今に引き継がれていると思います。これ第1回目のジャンボリーのシーン、ジュディ・ブンガのシャンデリアが輝いてて綺麗だったり、で、2回目は厚生年金になっていきなりスイーンという感じになる、あ、これは中野サンプラザの改装する前ですね、
でこれがパナソニックの方が、もう一度、モバイルフォンに Linux を突っ込んだって話をしたってくれた時です。これはさっきの G ストリーマーだなんだかんだって話、ダイレクト FB か、その上に地デジのプロトコルで乗っけちゃいました。だから会場は必ず東京タワーの見えるところにしてくださいって特別の注文がついたんですね。なんでって言ったら室内アンテナしかないから、ああ分かったって話で、それで、やったシーンですね。まあこんな感じでみんなこう質疑応答であるとか全然止まらない、今も今日もそうでしたね。随分そういうシーンが見受けられます。で最近思うんですけれど、 Linux コミュニティっていうのはもちろん素晴らしいソフトウェアをどんどん出してくれてます。とても大切なこと、それソフトウェアって話だけではなくて、もっともっと他にもとってもとっても大切なことをたくさんたくさん教えてくれてると僕は思ってます。それは新しい企業のスタイルであるとか、または人一人一人の行動の仕方なんていうところまでも関わってくるんじゃないかと思います。で私が最近感じている Linux のコミュニティの生態っていうのも、これは去年、いやまだ年明けない今年の LinuxCon Japan、 それで、講演させていただきました。これはね公共誌モルダーみたいになってて、で当日はちょっとここで歌っちゃったんですけど、Linux のプレゼンテーションで壇上で歌ったのはお前が初めてだって結構あとで文句たらたらだったんですけど、まあ要はモルダーっていう曲を思い出していただければと思うんですけれど、モルダー川の上流、そのさらに上流、源流のところで水のひとしずくポタンポタンってそこら辺から始まる、そこら辺から大きな流れが生まれる、同じなんです。 Linux のコミュニティでもこんな小さなアイデアなんだけどどう？面白い？面白くない？なんてことをやると、そうするとみんな何か言ってくるんですよね。いいねって It's cool、Linux のカンファレンスでよく聞かれる言葉なんです。 It's cool、 それやるな、かっこいいなっていう、やるね、いいねっていう話、まあいいねって話ですよね。ただですね、ただいいねっていうだけじゃないんです。まあもちろん嫌だねっていうやつもいる、外の方に嫌だねって言ってるやついますよね。下の方にもいる、あと向こうの方に石頭のマネージャーって変なやつもいるんですけれど、まあそういうやつはいいじゃねえか、まあ、ああいう分かってないんだから分かってないの置いとこうよ、いいねって言われるんだけれど、だけど問題はおててが出てきちゃう。で反射的に食うっていうふうにしゃくれる人も結構いるにはいるんだけれど、多くの場合は互いに徹底的に話し込んで本当にやろうとしていることも分かって、それで、理解し合えるようになった後で初めていつ食うって言葉が出てるっていうのはよく観察されるんです。で提案をしたらオリジナルこういうのよくないっていうふうに言った方の連中も肩意地張ることなく、ああそれあんたのアイデアもちょっと入れるよ、ああこれもいいね、ああじゃあそれこういうふうにするともっといいか、よしやろうっていうような感じになるんですね。で他の人の提案やアイデアを入れる余地っていうのを常に残してる、そういうわざと未完成運金を持ってくるなんて人もよ結構います。逆に日本人って完成したものしか持ってこないから困るんだよなんてアンドリュー・モートンなんかに言われたこともあります。でね、一体作ると言ったら何かその開発プロジェクトに対して貢献しようとするんですよ。で単に作るっていうだけではなく、ここでおててが出てきちゃう。でこの過程で有望ではないようなアイデアは淘汰され絶滅するんですけれど、いつ来るってそのネットワークに支えられたプロジェクトは進化のフェーズに入っていく。でコミュニティに支えられてどんどん大きな流れになっているんです。で言いたいことはいくつかあって、必ずいいねって心でつぶやくんじゃない、日本人の場合って結構心でつぶやいちゃうんだけど、いいねと思ったらいいねって言葉で言おうよっていう話を実は会社の中でなんか言ったりしてるんですけれど、それから実はね単にいいねっていうだけっていうのは実は落とし穴があるんですね。これいいねいいねいいねってみんな言ってますよね。ところが単にいいねって言うとこっちすっ飛んでっちゃう可能性あるんですよ。でみんなおてて出てくるじゃないですか。おてて出てくるといいねがただ単に加速するだけではなくて、例えばおててを実は逆に出しちゃう人もいいんですね。あそれあんたいいねの勘違いだねっていうのが気がついたり、それであるとか、ちょっとあさっての方向にお手手が出てきた場合は、俺はちょっとあんた出番もう少し先かもしれない、ちょっと待っててななんて話になったりするかもしれない。で、だん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 このお手手が本来目指すべきゴールに軌道修正をかける、そんなことができるようになってくるんですね。で、台数の効果に似たような現象が出てきて、お手手が出れば出るほど本筋のところにどん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 近くなっていく。これが Linux のコミュニティ効果。だからただ単にいいねって言っただけじゃこれは発生しないんです。いいねって言ってお手手が出る、これがとっても大切。
今日は皆さん本当に今日もなんですけど、お手手が随分出てたんで、これいいなあれだと思っています。でいいねと必ず声に出して言って、お手手を出す、これとっても大切なんですよなんて話は結構最近会社の中でもプレゼンテーションしたりしてます。そうするとね、別のアイデアとこう一緒にこうマージなんて話もある。ところがもう一つコミュニティの中でよく出てくる言葉、 I like the controversial situation ってこういう言葉が出てくる。なんだか日本語で言えば俺カンカンガクガク大好きさんって。もうね、コミュニティアクスのコミュニティのイベントでやるとね、大変なの。あちこちで喧嘩状態、お前ちょっと来いよって体育館の裏で、ね、そんな感じでね。でお前の言ってるアイデアってのはこんな絶対許せねえって、これはこんな全然ダメなんだなんて、もうすごい勢いでやってるんだけど、そのやってる連中が後で夜になってパブなんかに行くと、ああ、あの話面白かったななんてニコニコしながらやって、こいつら何重人格かななんて思うような事態って、日本人には信じられないようなことがあるんですけれど、こんな話をある文系のやつに話をしたら、それ弁証法だよ。何のことかというと、テーゼ、アンチテーゼ、これが出てきた時にお互いに徹底的に議論する、コントロバーシャルシチュエーションに入る。それで、お互いにいいところは取っちゃう、ダメなところはダメなところでお互いに切磋琢磨して磨き合っちゃう。それで進化、エボリューションです。そうするとある日ふっと気がついてみると、その合流点みたいなのが見えてくる。人定勢って言います。これ弁証法でいうアウフヘーベン、使用なんていうふうに言う、プロセスなんだそうです。私もさっき言ったように工学部の出身、工学部の出身の連中が哲学の話するなんて危ない危ない。だけれど最近本当に思うのは、理工学部って言ってもたまにはこういう哲学だなんだかんだっていうのを突っ込んでみる。例えば、この間宗像さんにプラグマティズムの作法っていう 本借りたんですけど、このプラグマティズムなんてもとっても面白かったです。でこうやって感覚学の先に真のイノベーションが見えてる。どうも Linux のコミュニティの人っていうか、まあ日本の外の人っていうのはこういうものを身につけてる人が結構いるのかもしれないなと。でこういう中に入りましょうよっていうことを言いたいんですね。でそうするとだん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 やってるうちに、これはいいねって話が本物になって、ある一定のキャズムなんてところを超えると、みんなが使ってとっても幸せな世界ができるようになるなんていうのが Linux の世界。さらにこのムコカニンのリーナス・トーパルズですね。リーナス・トーパルズにお前誰尊敬してんのって言うと、そうすると彼アイザック・ニュートンって言うんですよ。でなんでアイザック・ニュートンって言うかというと、彼はアイザック・ニュートンが、お前同じ質問を食らった時にね、アイザック・ニュートンさん、あんた誰尊敬してんの、私は過去のサイエンティストだって言った。過去のサイエンティストがいろんな論文なんか残して、で巨人が肩を貸してくれる、その巨人の肩に乗って私は遠くを見て、まあ、リンゴが起こったのを見たなんて言ったかどうか知らないけれど、ということで私は私に肩を貸してくれた巨人を尊敬する。 Linux のコミュニティってそういうところじゃねっていうのをリーナス・トーパルズは言うんです。つまりオープンなチームワーク、肩を貸し肩を貸されって言って、俺の肩持っていいよ、何かいいものができた、じゃあその上に乗って乗らせてくれって、そういう機能的なっていうか、そういう関係ができているのが Linux のコミュニティ。それがどんどんできるっていうのは嬉しくてたまんないんだっていうのが Linux のよく言う言葉です。誰かの背中に立たせてもらう、誰かに背中を貸して立ってもらう、優れた人材との連携関係を大切にする、優れた人との出会いをオープンな場に求める、互いにリスペクトし合う、そういういわゆる肩車のような関係っていうのがおそらく未来の展望っていうのを開いていくんじゃないかなって私は思ってます。ただね、とはいっても日本人にも結構ハンディキャップがあって、私はここで決して日本人は英語は喋れないなんてことは言わないっていうのは、なぜかって言ったら Linux のコミュニティの3分の2はノンネイティブだから、3分の1しかネイティブはいない。だから Linux のメーリングリストなんか見てると、3人称単数現在の S が抜けるなんて英語っていうのは結構出てくる。だ 日本人の英語の方がよっぽどクオリティ高い。だけれどこれはLinux コン、Embed Linux Conference Europe 2009、この、時私あるセッションの司会やってたんですよ。でそうしたらね、車椅子の先生が出てきちゃったので大学でやったんだ、ちょうど教壇になってるんです。そこに車椅子の先生が出てきた。でこれエスケープコードしないといけないなと思って手出そうと思ったら、引かれそうになった。
あの車椅子の暴走族というのは私は前にも後にもこの先生が初めてで、もう車椅子であの教団の隅から隅まで行ったり来たりすごいエネルギッシュな先生なんだけど、行ったことがまた困った話で、文化人類学なんだ俺はと、文化人類学の先生が Linux のテクニカルカンファレンスでセッションの中に潜り込んできちゃった。でね、文化人類学者が Linux コミュニティを見るとって、それで水晶玉花が見てるような感じの表情で言うわけだ。広大なサバンナをさまよい歩く一人の原始人類が見える。え、何よって。これはね、見知らぬ原始人、別の原始人もやっぱりさまよい歩いてる。それがね、ある時突然こうばったり会う。そうするとお互い一生懸命こうあの話、あの なんだかな、原始的なプリミティブな言語だから通じないって問題もあるかもしれない。まあそれはまさに日本人の英語なんて話なのかもしれないけど、まあこういうわけだ。お前いいの持ってんなと、それを俺のと交換する、一緒にするともっとすごくなりそうじゃねって。うん、そうだな、俺の一本お前にやるからお前の一つくれ、俺にくれよって言って、こういう新しいものができる。こういう見知らぬ人同士がどん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 出会って、どん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 新しいものを作っていっちゃうっていう、そういうものがどん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 繰り返されて、それで継続的なイノベーションが起きてる。これが Linux のコミュニティだと思うんだっていうふうにこの先生に言われちゃったの。僕ははっきり言ってジンときちゃいました。ああそうだよなと思いつつ困っちゃったんですね。それはさっき言いましたようにサウンドオブサイレンス、見知らぬ人がいきなり出会うと、いきなりこう出会って打ち解けて、どんどん新しいイノベーションを起こす世界、そこに飛び込んでいく日本人ってどれぐらいいるかな。国際的なコミュニティという生態系を構成する要素になれない日本人、それじゃあ Linux コミュニティの価値を生かせないよな。それ文化の問題かなと、これによって実はガラパゴスってできてるのかなということまで本気で思いました。これあのオランダの片田舎の大学の一室でなんですけどね。でこの前後なんですけれど、ちょうどあの爆笑問題の日本の学問、最近ちょっと別の番組になっちゃいましたけど、あの後継の番組ありますけど、その番組何気に見てたら、あの北海道大学、今あの定年退官されて、確か玉川大学で教鞭を取られている、山岸俊夫先生って社会心理学の先生が面白いこと言ってたんです。それはあの爆笑問題の、この本になって、あの内容は全部あの出版されている。人間は動物である、ただしで、あのこの先生他にもいろいろ面白いあの本書かれている。あの北大山岸で随分にいろいろな本が出てくるんで一読をお勧めいたしますけれど、でもあんまりにも面白かったんで、あのある日あのこの先生のメールアドレスをウェブサイトで知ってしまって、それでメール書いたの。でメール書いて飛び込むと比較的私の得意技なんで、でそれで実際いろいろ話をしてた、あのいろいろこう個人教授をあの受けたんですね。あの3月なんて、2月3月なんて大学の先生暇だからおいでよって言われて、真冬の北海道雪の中に行きました。でこの先生、さっきもちょっと紹介しました囚人のジレンマ、そのモデルを使って世界各地の人々の、社会心理学的な行動特性っていうのを調査して、数値的に調査している先生です。であのこれはさっきも言いましたように、いろんな本で、優しく解説しています。でこの先生こういうことをやるんです。これ実際爆笑問題の番組でやられたゲームです。机の上にある封筒を開けてください。これからは会話しちゃダメですよ皆さん。これ見知らぬ人同士がやるゲームです。気心の知れた同士でやるのは意味ありません。つまり見知らぬ人と出会った時にその人がどういう行動を取るかという、そういうゲームなんです。寄付してください。コミュニティに寄付してください。寄付の額は1000円までいろいろ、いくらでも構いませんよ。で封筒の中に紙が入っています。その紙にいくら寄付するか書いて出してください。でコミュニティですから、その成果を倍にしてみんなに均等に返します。これってとってもリナックスのコミュニティっぽいですよね。あのお互いに会話しないでください、まあ、はっきり言って見知らぬ人がいろいろこう出会ってるっていうような、コミュニティシーン。コミュニティに寄付してください。技術貢献をするっていうふうに言い換えることができると思います。でコミュニティの成果っていうのは誰にでも公平に使えるわけであって、でしかもこれは貢献しない裏切り者であったとしても OK で、これゼロサム型のゲームではおそらくないんですね。だから寄付が倍になるというイメージもピンとくるんです。で1回目、2回目、3回目なんてやってこうワークシートで埋めていくんですけど、実際にこれあのやってみることもあります。僕はあの大学で2つの大学でちょっと講座持ってたりするんで、その時に一番初めに必ずこれをやることにしています。でケース1、
全員協調、つまり A さんも B さんも C さんも D さんもそれなりにお金を出す、900円、800円、900円、900円なんて出す。そうするとみんな受け取る額っていうのは1750円とかがあって、儲けが850円、950円、850円、850円ってなって、まあ、B さんちょっと出てるけど、まあみんな公平でいい感じかなって感じになる。ところがね、中にこういうやつが出てくるときあるんですよ。C さん、 A さんは900円、 B さん800円、 D さん900円なんだけど、 C さんだけ100円しか出してない。これこの爆笑問題の番組では太田くん、太田さんがね、モロに100円ってやったんですよ。でそれで、お前なんで100円出したんだって、お前みんな出すわけねえじゃん、もうどうだろう、俺とりあえず900円がめったんだって、彼相当にそう言ってんだよね。で B さん、じゃあ C さんっていうのはおそらく B さんも A さんも D さんも協力しないだろう、だからとりあえず900円がめちゃおうっていうことで100円しか出さなかったって、そういう頭の回り方なんじゃない。で基本的にこういうやつってあまり使い付き合いたくないですよね。でこういうのが出てきたらみんな同じことやりますよね。でそうするとみんな儲けなくなっちゃいますよね。で社会心理学の中でこういうような連続型の囚人のジレンマモデルっていうのは、こういうようなフリーライダーっていうのが出てくるとコミュニティが縮小していくんですよって話があるんだそうです。でこれで僕は本当に驚いたんです。この実験を世界中でやるとどうなるか。アメリカやヨーロッパ、オーストラリア、それはケース1の出現率が高いそうなんです。ケース1つまりこれです。みんなが協力する。それに対して日本だけは、本当に日本だけ、これから中国であるとか韓国であるとかでも本格的に調査するなんて言ってました。ですから中国韓国はまだ今一つなんだけどなんて言ってましたけれど、日本だけはケース2やケース3の出現率が圧倒的に高いんだそうです。見知らぬ人を信頼できない。でこれをね、読み解くとこうなんじゃないかなと思うんだって、これ先生私に直接言ってくれたんです。上田さんと言いましたよね。近所に見知らぬ人が、あなたの近所に見知らぬ人が引っ越してきたとき、あなたはどう思います？こういうとき日本以外ではね、新しい可能性に期待しちゃうんですよ。つまり何ていうことかというと、常に隣に異文化圏から来た人が突然やってくる可能性があるんで、そういう社会環境にずっと慣らされていたということは、一定のリスクを取りながらも見知らぬ人と協調する方が合理的だっていう考え方が根についている。よってもって見知らぬ人との相互信頼型の社会構造というのは確立している。日本はグローバル化なんて話で世界と一緒にやるなんて話になった時に、まず直面するのはこういうことですよ。その一方で日本人の典型、今日もこの場に初めて来た人がこういう思いをしてるんじゃないでしょうかね。もしかしたらあいつらもしかしたら泥棒かもしれない。まあ基本的にペテン師の感じで十分あるんだ、特にここにいる人だったらね。それであるとか殺人鬼かもしれない、テロリストかもしれないというふうに思ってしまって、恐怖が先に立っちゃうんだそうです。それで必死しちゃうんです。別の言い方をするとね、こういう感じなんだそうです。日本人の持っているコミュニティや社会構造っていうのはこういう感じ。つまり見知らぬ人をとりあえず隔離する。でこのコミュニティの構成人員同士でお互いに監視し合う。で互いに調和を乱すようなことをしないようにってこう監視するんですね。行動を制約する。それから何世代数百年という長期にわたって安定したコミュニティを維持していく。ということはこのコミュニティに属すれば変なことをする人はいない、隔絶された安心感というのがある。つまり安心感というようなことをベースにした社会構造が確立して、あえて先生が言うのはいたと。だけど都市、こういう都市化、それであるとか、いわゆる田舎っていうものが消滅していく、過疎の問題、さらにグローバライズ、国際化の問題で、これが今急速に崩れつつある。これが今日本人はすごく不安定になってしまっている原因じゃないかなっていうふうに思うんですっていうふうに先生はおっしゃる。もちろんこれが本当かどうかって話は社会心理学であるとかそういう話っていうのは絶対的な真理っていうのは僕はないと思います。でも Linux のコミュニティなんていうことをやってた中、やっている中で、これからも続ける中で、これは傾聴に値する話かなと思ってます。囚人のジレンマの罠に日本人に引っかかりやすい可能性がある。突然出現した異彩に戸惑って、異彩との交流を避ける。異彩の人が、協力の手を差し伸べても
異彩に対して裏切りの行動を知らないうちにやっちゃう。ちょっと待ってくださいよと、まあとりあえず飲みましょうとかいう話になっちゃったんで、でそうすると異彩の人、海外の人裏切られたと思っちゃうんです。それで日本から逃げて失敗です。で和をもって尊しのです。これ素晴らしいことだと思います。昔々から一緒の暮らしをしている人たちの間での和っていう話だと、でも素晴らしいことだとしてもちょっと考えるべきところがあるかもしれないです。これはオープン化というところのベネフィットを享受するときに大きな障害になる可能性があります。悪い意味でのガラパゴスの温床になる可能性があると思っています。でこれで困った、わあこれはもう文化だって、もうダメだと思って、もう署名で帰ろうとしたら、上田さんちょっと待ってって先生が呼び止めるんですね。上田さんに大切なこと一つ言ってない、上田さんね、これ文化だと今思ったでしょって、私はねこれ文化じゃないと思ってるんです。大体ね、所詮文化なんて言葉が出てくるとやる気なくなるでしょ、慣れちゃうでしょ。文化に挑戦、これは大変だよ、これはね単なる社会環境に対する適応ですよ、文化じゃありません、社会心理学者が言うんだから間違いないって、本当にそこの先生そういうこと言った、随分あのジョークの分かる先生でいらっしゃるみたいなんですけれど、日本人が身につけている社会環境への適応パターンをきちんと認識して意識して変えていけばいいだけなんです。で日本の社会環境を激変してます。少人数でもいいから気づいた人から変わっていけばいい、少しでも変わるように努力すれば何か起こりますよ。上田さんジャンボリーってやってるんですね、あれずっと続けるべきですよ、変わってくるから。で一緒にやるって人が出てきますから、その人を大切にするんです。そのチームワークで、そのチームワークを広げていくんです。私は今日はあのプレゼンテーション資料を用意してないんですけど、それをあのサッカー型のコラボレーションチームなんて言ったりして、これからはサッカー型のチームが重要だのでわけわからんことをプレゼンテーションすることもあるんですけれど、どうすればいいか、簡単な話、この話を聞いた皆さんが行動を起こせばいい、それだけの話、人それぞれのスタイルで構わないというような話、これが社会心理学の定説だというふうに先生はおっしゃったということで、私は随分勇気づけられました。でそうすると今度イノベーションなんていう言葉がちょっと頭の中に浮かんできたりするんですよね。で、あのオープンイノベーションとはなんて話も Linux のコミュニティで教えてもらいました。でそんな話も、用意としてはないわけではないんですけど、実はこのプレゼンテーション、あの全部プレゼンテーションするとおそらく7日ぐらいかかります。ですからやめます。でも挑発の話ってのしたいと思います。私この間京都である人に会ってきました。和紙を使ってランシェードなんか作られてる方です。あの伊佐野口であるとか、あの世界的なあのクリエイター、あのそういうデザイナーともう正面切って渡ってるようなすごいあの有名な実は人なんですけど、素晴らしいこういう作品見せてもらいました。でいろいろこう手すきの和紙の話をしに行ったんですね。手すきの和紙ってすごいんですよって、まあ、それはいつの話としてあるんですけど、これから先でちょっとこの方から謎かけられたんです。上田さん、ところで京都の職人がなぜ腕が立つか分かります？あ、すいません、私京都言葉ダメですね。これから標準語でまた関東言葉でいきます。もちろん私京都の、職人のことなんか知るわけありません。ですんで、まあ分かりません。なんでですかって聞いたら、それはね、暇なお公家さんが鍵を握ってるんですよ、なんていうこと言われる。どういうことかというと、お公家さんまだ京都の町の中で脈々と生きている。暇に任せて職人が持ってくるもの、あれこれと細々としたことを含めて注文つけるんだそうです。しかも目が肥えてる。だから悔しいかな、理にかなってる。そうすると職人の方はこっちしろって話になって、挑発を受けたっていうことになるわけですね。なまあこれはもう今度は鼻上がしてやる、頑張ってやろうって言って新たな挑戦をする。でそれでこれだったらどうだって話をこう持ち帰っていく。で今度は逆に奥家さんを挑発していく。そうすると奥家さんの面もまた超えていく、こういうループなんですよと。でさっき言いました、 Linux のコミュニティの中では I love, I like でも I love で controversial situation って言って、最高レベルの人々をそれを交えて常に技術で挑発の試合っていうのをやってるんです。俺はこういうところっていうのはイノベーション起こると思いますよ。でこれオープンイノベーションって言ってもいいと思うんだけど、さらに、この中オープンであるから最高レベルの人々との出会いのチャンスって、ね、極めて大きい。しかもグローバルで、しかも業種であると企業の壁なんていうのも取っ払ったような関係になってる。これすごいよね。
その一方で、これ社内 の, 若手なんかによく聞くんだけれど、あなた誰かに挑発されているって。でお客様の VOC、 お客様の声を聞くのは大切だなんて VOC なんてことをよくうちの会社の中とかでも言うんだけど、ちゃんとちゃんちゃんおかしいなと思って、やっぱりビデオ後で消しておこう。中には結構いるんでね、 VOC って言葉を言うとそうするとピンときちゃって、上田さんその VOC って考え方は違いますなんていう人がいるんで、でもそうじゃないと。お客様は挑発のしがいのない相手に挑発してくることは絶対ないんですよ。真の VOC がお客様から受けられる人っていうのは挑発のしがいっていうのを感じる人なんですよ。で、あなた誰か挑発してる？挑発しがい感じてる？っていうふうにうちの会社の中の連中に、問いかけるときがあります。で、この間その問いかけをうかつにやったら、何言ってんだよ、うちは25万円のデジタルカメラだって今出したばっかりだろって言って、コンパクトデジタルカメラで思いっきり作り込んだDSC-RX1 というこの値段だけ見ても挑発だわっていうようなモデル出した人たちにこれを言ってしまってしまったって感じのところがあったんですけれど、でも僕はそういうのっていうのはすごくいいことかななんていうふうに思ってます。少しあれです、で長いまとめなんですけど、実験 の物語、日本人のコミュニティ感、こういうものがあります。見知らぬ人が来ちゃった時に寄付するんじゃなくて、囚人のジレンマに陥るなんて話じゃなくて、ではなくて仲間内安全安心社会構造なんていうところを飛び出しましょうよと、本当のオープンなところでイノベーションを目指しましょうよ、で切磋琢磨していこうよ、でどうすればいいか、他人を信頼して行動を起こす、行動を起こす人がだんだん増えていくと、雪崩を打ったように流れが変わってきますよ。今日もそうだしたりね、一人が手を挙げて質問して、二人三人になったらみんなもう話が止まらなくなりましたよ、ああいう感じなんです。でオープンなチームワークがとっても大切です。で巨人の背中に立つということの重要性、互いにリスペクトし合う、そういう肩車の関係が未来への展望を開くと思います。挑発、あなたは誰かに挑発されてますか、あんた誰かを挑発しましたかって言ってる僕が挑発してるんですけど、そうやって優れた人同士の挑発関係からイノベーションというのが生まれると思ってます。で多様な優れた人と出会うチャンスが多い場っていうのはイノベーションの宝庫になります。ギガプスのコミュニティ、オープンなこのコミュニティっていうのは、だからイノベーションを生み続けるんだと僕は思います。次にいつ来るって話ですね。ただ単にいいねって話、いいねっていう言わないより言った方が絶対いいんだけど、ただ言うだけではなく、言うだけっていうのはマナーが隠れているから、お手手を出しましょうよと。でお手手で台数の効果に似た現象を持って、それで本当に目指すべきゴールっていうことのところにみんなで行きましょうと。でいいねって声に出して言うことですよ、心でつぶやくのはダメです。でもそれだけでもきっとダメなんです。お手手を出しましょうよと、今日みたいに。でいいねって言われる方も、ただ言われたの畜生にするかなんて話ではなくて、意固地にならずに話を聞きましょう。で理解できるまで徹底的に突っ込み合いましょう、ボケ合いましょうって話、そして本当にもう本当にいいものを作っていきましょうよ。で本気で今あなたが始めれば必ず何かが起こります。一人見知りなんかしないで、いやつまりこのプレゼンテーション社内でもやってるっていうのがだんだんバレてきてるかもしれないですけど、とっても大切なことを僕らは Linux のコミュニティから学んでると思います。でこれが今年最後の問いかけ、コミュニティって何だろうってね。いやもう思いっきり怪しげなところに行くんですけど、さっきコミュニティっていうのは量子力学だって言いました。でも量子力学だって言った瞬間にそれをもう、説明を放棄したことになります。それはまずいなと思ったんで、僕はコミュニティっていうのは小宇宙だと思うんで、まあ量子力学の小宇宙もほとんど似たようなもんだって話がありますけれど、少なくとも一つ言いたいのは、人が単に集まってるだけの状態をすぐにコミュニティっていうのはやめようよと。で今日のこの場っていうのは人がただ単に集まってるだけじゃないですよね。組み込みの Linux もっと面白くしてやろうぜっていうような、そういうような気持ちで集まってますよね。これ大切、コミュニティって、その前に小宇宙っていうのは星と星との間に働く重力っていう相互作用で形成されている。コミュニティっていうのは人と人との間の重力で、いや相互作用で形成されている。重力でって言ったら何ピコグラムとかそんな感じになっちゃいますから、そうではない。人と人との間に働いている相互作用っていうのは何かって言ったら、価値観の共有、これいいね、これいいねっていう価値観の共有、それからそれに基づくこういう行動、貢献、お手手が出てきちゃう。いいね、お手手、こ
これが人と人との間の重力になってるんじゃないかななんていうふうに思ってるんです。で、コミュニティを作る相互作用っていうのは何かというと、こういう重力関係のネットワーク。おそらくリナックスのコミュニティっていうのを可視化する手立てが何かあって、どうにかしてやってみるとこんなものが出てくるんじゃないかなっていうふうに私は思います。リナックス、その周辺の、OSS を最高のソフトウェアとして進化させ続けることっていうような価値観をリナックスのコミュニティはおそらく共有している。その価値観を軸にして数万人の人がさまざまな行動、貢献をしているっていうのがリナックスのコミュニティだと思います。本当に思ってるんですけどね、日本、いや俺なんとか党に立候補してるとかそういう話じゃなくてね、だけど昨日もちょっとある人が眠て演説やってたんで、俺にちょっとマイクよこせとか言おうと思ったんだけど、本当に思う、日本を復活させるのは本物のコミュニティだと思います。で、それに一番近いところに、その本物のコミュニティっていうところに、属することができた、そういうところに、ポジションできた、この10年間私は本当に面白い体験をさせてもらったと思っています。最後に2013年のジャンボリー繰り返しです。第43回、3月の8日、第44回6月の7日、第45回9月の13日、第46回12月の6日、その前に ELC2013、 これが、2月の20、21、22のこの3日間あります。これに先立って、2月の19、20、18、19日にアンドロイドデベロッパーコンファレンスが同じ場所であります、サンフランシスコです。またオートモーティブリナックスサミット、これが、5月の27、28、それに続いてリナックスコンジャパン2013が、5月の29から31、また ELC ヨーロッパ2013、これが10月の23から25に開かれるということがもうすでに発表されています。ということで来年がいい年になります。今日はどうもありがとうございました。以上です。まさか質疑応答ないですよね。あったらここら辺で話しましょう。どうもありがとうございます。